これ。え、これは最高。最近なんかめっちゃいいもんばっか買ってない？ね、思っただよね。違う違う、どんな人あるって可愛いんだけど、ちょっとごめんね。次の仕事です。高沢駅南側にあるロッカーに入っているものを回収し、指定の場所に持っていくこと。あの、ロッカーから回収って、ロッカーの鍵はどうすればいいですか？財布を見てみてください。財布？あれ？その店に運び屋がいましてね、あなたのカバンに入れておいてもらいました。小銭入れの中をご覧ください。それが鍵です。そして住所。ちなみにロッカーにあるものって、その危険なものですか？あなたが理解してないだけで、私の頼んだ仕事の中には罪状がつくものも多くありました。中身が何であれ、今さら気にする必要はありません。そんな、もう戻れませんよ。まあ今回もギャラは弾みますから。それでは。終わり。いない。本当にマイペースなやつ。でもこれ、これ。いいやつではあるのか。ああもうどうしよう。約束の時間とっくに過ぎちゃってるし、とにかく探さなきゃ。鈴木さん、深島です。帰ってこられましたか？お家賃のことです。また明日来ますからね。おい、そろそろ行くぞ。もうそんな時間か。じゃあ表に車回してくるわ。下の方にやらせればいいだろ。ああダメダメ、俺運転好きなんだよ。出張じゃねえか。こんなん飲んだうちに入んねえよ。また人引くなよ。6年前みたいね。大丈夫だよ。おい、はい、タバコ買っとけ。あ、はい。どうぞ。応援ありがとうございます。何か お困りのことがあったらすぐ私に来てください。今日はたまたまね、この施設にたまたま来たんです。たまたま。市民みんなが仲いい町、仲間市、よろしく。お待ちしておりました、中町さん。どうぞおかけください。どうもありがとう。さあ、もっとそれが硬いよ。そんな困るのよ、こっちはさ。親父に言われているので。それは可愛いよな。まあ笑って笑って、それで行こうよ、これからは。はい。ね、おかげさまで高取ってます。いえ、お互い様です。うちの親父も楽しみにしてました。もうすぐですね。今じゃな、多くの市民が私の言葉を信じてくれてる。ただ、未だに反対してくる奴らもいる。こんなクソみたいな街を発展させようとしてやってんだから、感謝してほしいくらいなの。
ソクソ。私の前で口の利き方には気をつけてくれるかな。まあ時間の問題だけどな。これからも引き続きよろしく頼みますよ。お任せください。その代わりうまくいったら病院でも学校でも君たちの好きなところからいくらでも、そうお伝えください。おい、そこに誰かいるのか。あ、すいません、タバコを口に入れます。なんでここまで持ってくんだよ。向こう見とけよ。すいません。おい、お前なんか聞いたか。何ですか。はい、行け。失礼します。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ごめんごめんごめん。ですから、物がまだ届いてないというのは、私にも理由が。例の物は届いたか。いえ、まだです。届き次第すぐに行動に移すぞ。おい、いいから早くしろ。市長がな、好き勝手する前にな、あれが必要なんだよ。かしこまりました。鈴木さん、いただき物のケーキがあるんですけど、よかったらいかがですか。鈴木さん、大家代理の深島です。あ、いや、このケーキが入るくらいの隙間だけ開けてくれればなんとかしますんで。もう、おわっ、どんどん、しかし危ないところだった。もうちょっとで開けちゃうところだった。俺この漫画好きで、ここに出てくる主人公みたいな人間になりてえって思って。来て、来たの。そうですか。そんなにですか。なんであんたがいるの。あ、いや、その実は。どうも。こんにちは。私、山城不動産の大久保と申します。どうぞ。 あなたが大久保さんですか。ええ、何度もお手紙を差し上げたのですが、一向にお返事をいただけなかったので。お引越し希望の方はもう皆さん出られました。それは伺っております。私どもはこのアパートの居住者全員にそれをご理解いただきたいのです。引き続き居住希望の方がいらっしゃいます。アパートを潰す意思はありません。立ち退きはしないとお電話差し上げたはずです。しかしそれに関しましては、もう一度考え直していただけないでしょうかと返答したと記憶しているのですが。考え直すことはありません。私にはこのアパートと住民の皆さんを守る義務があります。それに権利者はおばあちゃんです。勝手に私の判断に要求。代理人の方に委任していただくことももちろん可能です。とにかく立ち退くつもりはありませんので、もう帰ってください。しかしですよ、邪魔なんだけど。邪魔をしているのはあなたです。これは我々の邪魔なんだ。わかりました。また来ます。今度は別の人間が。あなたがまさかカラスズのさくちゃん、鈴木ひろみさんだったね。尊敬を込めてひろくんとお呼びしてもいいですか。まあ別にいいけど。ありがとうございます。ひろくん、いやあ、本当嬉しいです。いえいえ、最近は何書いてらっしゃるんですか。まあまあ、はい、うん、あ、すみません。俺出版されたのそれ3冊だけで、漫画家としちゃ終わってるんですよね。でも諦めきれなくてこうやってくすぶってます。家賃もちゃんと払えてません。漫画家どころか人として終わってるんですよね。秋道ならこういう時きっとこうやって笑います。前向いて力強く。そうだよね、ありがとう。いや俺ほんとカラスズが大好きで、秋道に憧れて生きてきました。強くてかっこよくて不良なのに人のうちにそれることは決してしない。そしてなかなか踏み込んでに立ち向かう主人公。そんな秋道みたいな人間に
カイ君。カイ君。多田さん、ありがとうございます。すごいんですね。少し前までボクサーだったから。てか、深島さんここに住んでるの？あ、いえ、普段は実家に。今だけおばあちゃんの代わりに大家代理をやっていて。そうなんだ。俺もおじいちゃんの代理で店やってるし、似てるね、俺ら。そうですね。で、あれは誰なの？不動産屋だ。ただしヤクザとつながりがある。うちのホストクラブにも来たことがある。